聞いてよ、ショックサボトグのナンチです。ということで、本日は、なんだか、レインボー手法、はい、について説明をしていきたいと思います。今回のレインボー手法ですね、何度もナンチ、パート1で、皆さんが、これ結構いいねっていう声が多かったんですけども、中にはですね、もうちょっと細かく内容を教えてほしい、もう一回、みたいな感じだったので、またしようと思ってパート2をやったんですけども、やっているうちにルール何だったかなって思ってやりだしてですね、で後ほどあれ全然ルール違ってたみたいな感じの放送になってしまったので、今回はもっと明確に紙に書いてですね、今回は、はい、取引説明していこうと思います。でパート3をやろうと思いきや、パート3っていうかニコ生で、はい、この章を説明しようと思ったら、今度はパソコンの調子が悪くてもうボロボロだったので、はい、今回は、はい、しっかり説明していきたいと思います。よろしくです。はい、ということでちょっとチャット、はい、コメント来てると思うので、アヒル太郎さん、今日は11月7日、もう11月7日、そうなんですよ、早いですね本当に。太郎さん、おー、ナンシーお帰り、ありがとうございます。そうそう、この後ろね、ナンシーお帰りっていうのは、ナンシータイに行ってたんですよ、チェンマイ。チェンマイのある寺でこれ、はい、撮った写真なんですけども、そう、まあナンシーが撮ったんじゃないかと、 すごい綺麗じゃない。でこうなんかいっぱいね、こうランタンとか上からこうね電球いっぱいあって、でこの下にキャンドルいっぱいこうやって、こう坊さんたちで電流って言って、こう、はい、すごい良かったです。よしさん、ナンシーこんばんは、ポチッとしたよ、キウイ頑張ってるね、ありがとうございます。そうなんですよ、上がってきてるんですよ、皆さんのおかげで。今日もよろしく、よろしくです。パート3楽しみにしているよ。はい、今日はきっちり説明していきますよ。カチさん、ナンシーお帰り、あとおめでとうございます。はい祝い、今日も勉強させていただきますね。そうなんですよ、ナンシーなんと、はい、プロポーズされました、イエーイ。ってことで、今日はね、指輪、はい、はい、ないんですよ。はい、ということで、まあそれはさておき。マークさん、はい、ナンシーちゃん、今日もよろしくです、よろしく。ポチッとしました。リア充、リアル現実の生活が充実しているそうで、羨ましいです。ありがとうございます。そうなんですよ。リア充って言うんだ。リア充、そう、リア充中。カップさん、ナンシーちゃん、こんばんは。今日もお邪魔します。ようこそ、いらっしゃいました。赤さん、ナンシーさん、こんばんは。ツイキャス動画見ました。ハッピーウェディング、ありがとう。チェンマイのミステコ、暴走的？暴走？よくわかんない。でもミステコわかります。で、素敵な夜景とハッピーなお裾分け、ごちそうさまです。今日もよろしくです。はい、ありがとうございます。そうなんですよ。結構急なプロポーズだったので、まさかプロポーズなんか、計算してなかったんで、されるなんかまさかですよね。うん。ってことで、チューさん。はい、ナンシーさん。可愛くなって帰ってきましたね。うんうん。今日もよろしくお願いします。顔文字いつもありがとうございます。アキさん、こんばんは。英語がうまいはよかったね。英語がうまいはよかったね。逆だよ。逆だよ。はよかった。逆だったら、やばかったってこと？わかんない。では、進んでいきたいと思います。はい、ということで、本日の、ロウソク足、この移動平均、この2つのみを利用してですね、取引をするのはすごいシンプルで、初心者の方でもコツさえつかめば結構利用できると思います。はい、ということで、で、まずさておき、さておきって使い方間違ってる。はい、これ、一番ベストな、こっちか、一番ベストなタイミングを見ていきたいんですけども、これ、移動平均。いくらだったかな？ちょっと待って。短期線。移動平均。まあ、MT4 開けば、moving average。はい。選択方法は、ちょっと説明すると、英語でですね。insert, indicators, trend,moving average っていうところがあります。はい。そこを選択します。で、短期線の方は9日設定。で、真ん中の、中期の線が15日設定。で、長期の線が、いくらだったかな？
21日設定で、多くの方がちょっとナンシーこれさ、どういうふうにどういった基準で、まあ結構みんないろいろバラバラなんだけども、この期間っていうのは実際どうなのみたいな感じで聞かれるんですけども、あんまり気にしない、もうなんかトレーダーが言ったことああ OK みたいな感じなんですけども、でも実際ナンシーが一番これがいいかなって思ったのは、こうチャートを見た時に、あれよくやっぱりこうちょっと前、あまりにも過去見たらやっぱりボラとかって変わりますよね、相場は一問なんで。なので今の例えば1時間の間でこう見て、だいたい、あ、この移動平均、この数値を使ったらすごいぴったりとこうなんか綺麗にこうタッチしてはこう行くよねみたいな感じが見えてくると思うので、それを確認しながらちょっと調整してですね、だいたいみんなこんな数値を使ってる、そしたらこの数値とこの数値とこの数値、この3つをちょっと確認してみよう、あ、これが一番いいなみたいな感じで利用するのがベストだと思います。うん、大丈夫かなということで、まあそれはさておきで、まあそんな感じです。なのでこれ、はい、移動平均3つ、短期、中期、長期を使ってます。で、このレインボー手法っていうのは、この色、なんし結構派手な色使うのが好きなんですけども、まあ、レインボーっぽく、こう、流れが、こう、ついた時に入るっていう取引方法で、ここではデッドクロスをしていますね。まずは1時間足を見ます。で、その中で、移動平均が綺麗にここ見てください。これすっごい綺麗だよね。これ短期線が中期線抜けました。次に今度は中期線が、長期線を抜けました。短期も、長期線を抜けましたみたいな感じになって、綺麗にデッドクロスをしていますよね。こういう時が購入ポイント。はい。クロス、仕切った時ですね。完全に仕切った後ぐらいがベストなタイミングとなります。で、この時に次に1分足を見ていくんですけども、まあ1時間は良しとして、1時間確認しました。長期的な流れを確認しましたっていう次に、ちょっと何し消えますね。邪魔だ。はい。ということで、あ、声聞こえてるかな？大丈夫だよね。うん。で、これ、テントレーダーで実際に、まあ、デモ講座で取引してみたんですけども、これ、今度は1分足を見たんですね。で、1分足を見たときに、1時間で先ほどデッドクロスを確認しました。次に、1分足でゴールデンクロスした後にですよ。後にですよ。ちょっと、調整が入ったっていう後に、まあ、ゴールデンクロスして反対方向に行った後に、今度は短期にまたローソク足がこう割り込んできてますよね。こういう時に順張りでローに入るんですよ。だから逆張りのナンシーからすると、そんな順張り無理みたいな感じの方でも、1分足で見ると取引的には逆張りっぽい気持ちでこう取引できますよね。そう、長期的に行くと順張りだけども短期的に見ると逆張りみたいな。だからこの取引方法でとりあえずここでローを一旦入れるんですよね。なので短期線をローソク足が抜けた一旦ローを入れます。次にどういった時にローを入れるかっていうと、たらーん、こういう時矢印をつけたんですけども、要するに今度は短期線が中期線を抜けた時にもローで入ります。流れがついたみたいな。うん。で、これでローを入れるんだけども、そしたら何？長期線、長期線にタッチしても、それまたローを入れるの？そうではないんですよ。これね、ローを入れちゃうとね、これ、なんし、ちょっとしくじったことがあるんですけども、何回か。はい。しくじったことがあるんですけども。皆さん今ですね今面白いことがあったんですよ。山田さんがね、あ、でもこれは言わないとこうかな。あ、山田さんがどっか行ったあのね、ちょっと説明の途中で悪いんだけども私が顔見えてないって分かってなかったから、私カメラバンって動かしたら、うわーっていう、もう驚きの顔して、もう面白かった、あーみたいな、もうこの世界の終わりみたいな顔してました。山田さんということで、まあさて戻るんですけども、あ、コマネチしてくれてますねということで、うん、まあいいや、でね、でね、じゃないですですね、はい、まあいいや、うん、ロレツ回らないで、これ一旦、はい、入って、ここでね、例えば
長期戦にタッチしたローダーって言った時にドカーンと、こういう時にこの N 字巻きを逆張りの方ってすると思うんですよね。何しも結構多いんですけども、あーやった、逆張りだみたいな感じで、いえもうマジかよみたいな、こういうポイントで多分負けるんですよね。お疲れ様ですって言いたかったんです。そうね、ここ見て、ここもヒゲできてるでしょ。だから逆に言い換えれば、もしどうしても購入、こういう時も購入したいって方は、ちょっと長めの取引で、あのローとか、これが 8分後には戻ってきてるのでローって入れてもいいかもしれないんですけども、ナンシーだったらここはもうあえて触らなくてもいいかなみたいな、うん、そんな感じです。まあそれだけです。だから逆に違うパターンで言えば、もし1時間でゴールデンクロス、はい、ゴールデンクロスしたとしましょう。はい、その場合は1分に切り替えて、デッドクロス後で、デッドクロスした後で短期線からこう上に突き抜けている、はい、短期線から上に突き抜けて、お上がってきてるぞみたいな感じの時に廃購入っていう、こういうやり方ですね。で次も中期線までまたローソク足が来たら、また廃購入で、長期戦まで来たら一旦調整で下がってくることがあるので、そう、うんみたいな、ノータッチみたいな、うん、なしはそういう感じでいこうと思います。はい、さておき、まあとりあえずだからのコメント、なしおめでとう、キラキラしてるありがとう増田さん。いや、あのね、まあいいや、個人的な話はもうやらんとこっか、ちょっと恥ずかしいわ。ちびあなさん、なしさん、こんばんは、お帰りなさい、それからおめでとう、ありがとうございます。また今日も勉強します、よろしくです、ありがとうございますはい、くーさん、こんばんにゃ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 ーはい、こんばんにゃです、はい、こんばんにゃです。ということで、そうそう、まあそれはもう取引で待ってる間に話すよ。はい、ということで、まあいいや、シワが増えるから笑わないとこ。はい、ってことで、まあとりあえず次に行きますね。とりあえず次ってさっきから言ってるよね。てか、よく口癖、ナンシーのよく口癖ランキングみたいなのちょっとやろうかな。みんな結構ナンシーを知ってるからね、案外いや、たまに驚くよ、あのナンシー、あの何、電話とかでサポートとかしてると、そんなこと知って、そんなこと言ってたっけみたいな、うん、そんな感じのことがよくある。まあそれはさておき、自分の口座を使うべしか、デモで行くべしか、まあ YouTube の口座で行こう。そう、指輪実はないんだ今、なくしたわけじゃないよ。これもすごい面白い話があるから、まあ当たる言うからさ、ちょっと待って。はい、ということで、ナンシー1万7000円のちょっと1000、あの先週か、はい、ちょい負けしてるんですよね。はい、ということで、まあとりあえずさておき、先にちょっと MT4 を大きく表示してちょっと見ていきたいと思います、うんうん、っていうか本当に仕事って難しいよね。おお、これナイスタイミング。ドル円1時間、今どうなってる？ゴールデンクロスになってます。ということで、見て見て、中期線が長期線を抜けてる、短期線も抜けてる、はい、ということで、ゴールデンクロスになってます。ってことは1分ではデッドクロス、わー、もう抜けてるじゃん、もう抜けてるよ。でもはいしよっか、とりあえずはいでいきましょう。てか抜けてるけどね、だって見て見て、本当はね、ポイント的に言うと本当は良かったの、これデッドクロスしてますよね、すごいいい調子ですよね。あ、短期戦タッチ廃購入、中期戦タッチ廃購入、わかる？で長期戦タッチしたら、うーんみたいな、ちょっと様子見るみたいな感じになっちゃうんですよね。あー、だから今はベストなタイミングではないです、もう終わってますね、どちらかというと。でもまあいいじゃん、ちょっとやろうぜ、はい、これがベストじゃない、だってライブだからなかなかできない、でも取引したいからちょっと取引させてもらう。とりあえず乗っかる。テントレーダーちょっと。どれ。
今無理だよ。今無理だ。はい、深淵購入行きます。なんか下がってきそう。ちょっと待って、まあいいや、順番でトレードしたけど、うん、まあいいや。ではちょっと他見ていきましょう。とりあえずベストタイミングではないです。では他見ていきましょう。ポンドドル、ポンドドルはデッドクロスで、中期線がデッドクロス仕掛けだよね。でもまあいいと思う、まあ、本当は全部綺麗にはまってた方がいいんだけど、他見ていこう。とりあえずポイントの、おおほほほ、綺麗にデッドクロス、ユーロドル、いいね。ユーロドルいきましょう。デッドクロス、そしたらゴールデンクロスした後がいいんだけど、今そうでも抜けちゃってるね。ああどうなった？ダメじゃん。もういいや、これはもう、やっぱりタイミングじゃなかったってことで、ちょっと諦めます。オージードル、デッドクロス。はい。1分。デッドクロスの、ゴールデンクロス。で、もうデッドクロスしちゃってるんだよね。わかった！これで、とりあえず、銅に入ります。長期線にタッチしたら、いや、中期線がどっかに戻ってきたらロー入ります。オージドル。うん、いいと思う。だってなかなかタイミングが。ちょっと。戻ってきた。戻ってきたかな。お、戻ってきてる、戻ってきてる。ちょっと遅い。戻ってきてる。はい。戻ってきてるけど、もうちょっと待って。うわ、中期線まで戻ってきた。この野郎が。この野郎。オージードルやってます。うわー !5 分取引！声がでかかった。まあいいや、5分取引だから余裕があるからいいかもね。逆に。まあいいや、他見ていこう。ユーロ円。ユーロ円は、クロスしたんだけど、なんか一旦調整ちょっと不気味だからやめよう。ポンド円、ポンド円デッドクロスしそう、でもまだしてないみたいな、だからやめよう。そうなんし、こんな時にね、友達がね、なんかすごい大好きな彼と別れ話をしてるんですよね。だから自分プロポーズされたとかちょっと言いにくいんだよね。でも友達は、ね、別れた方がいいって言っちゃった。だって本当のことだもん。はい、ということで、まあそれはさておき、鼻がかゆいよ。はい、なんかえらい忙しいな最近。なんか指輪がなかったら怖くなってきた。まあとりあえず待ちましょう。とりあえずもう一回ちょっと一通り見ていきましょうか。ポンドドル1時間デッドクロスしそう、だからポンドドル案外いいかもね。ポンドドル、ポンドドルデッド、ユーロドルデッド、いいよね、いいよね。デッドで、ドル円、ドル円ゴールデンクロス、ドル円、ドル円ゴールデンクロス、オージードルデッドクロス。今すごいタイミング的に、1時間的にはいいんですけどね。ユーロ円微妙、やめる。ポンド円やめる。オージー円やめるって感じですね。そしたらポンドドル絞り込みはできたんで、で1分で、で、この場合は逆にならなくちゃダメなんで、1分でゴールデンクロスをしなくちゃなりません。で、当分待たなくちゃダメだからね。1分。で、ユーロドル。ユーロドルも、ゴールデンクロスをして後なんで、これも待ってるし。で、ドル円を見ると、
とダウントレンドになってから入らなくっちゃダメなんで、まだ来てないですね。で、OGドルを見たら、ゴールデンクロスをしなくちゃダメなんですけど、ゴールデンクロス仕掛けみたいな感じで、ちょっと微妙な感じになってますね。はい、だからまだ OG ドルの方がいいのかなって言って、今 OG ドルやってるんだよね。はい、下がってきてますね。いい感じ。とりあえず待ちましょう、今日は。はい。それが一番いいわ。はい、ということで、まあちょっと話していいかな。だね、待ってる間。とりあえず。待つべしだ、待つべし。あ、サクさんよろしくです。よろしく。ということで、まあ、ちょっと話をさせていただきますと、そうそう、今日、あ、てか、どこから話したらいいんだろう、わかんない。これ結構綺麗に決まりそうですね。やっぱ待つこと命なんか。はい、ということで OK! 来たー。マキさん話したくてうずうずしてるな。わかる。わかる。まあいいや。はい。ダメです、ダメです。OK! わかった。そしたら次。はい。ポンドドル、もう一回見ていきます。ポンドドルは、ゴールデンクロスしなくちゃダメなんで。だから今入れないですね。ゴールデンクロスしなくちゃダメ。で、ユーロドルは？ユーロドルはゴールデンクロス。これもゴールデンクロス待ち。ドル円、デッドクロス待ち。あ、これ来そうですね。デッドクロス来たら、今度また戻ってきて移動平均タッチしたら、廃購入ですよね。ドル円待ちましょうか、とりあえず。OG ドルは、うん、来そうにないな。だからドル円に切り替えましょう。ドル円でデッドクロスしたら、今度は廃購入狙いで打ちます。オッケー、ほんじゃ戻ってくるのを待ちましょう。で、もう待ってれないから、とりあえず短期線にタッチしたら廃購入します。で、また中期線にタッチしたら廃購入で順張りでいきます。オッケー。ってことで話していい？オッケー。あのね、オッケー。11月4日、はい。まあ普通にナンシーからすると、あ、旅行みたいな。で、彼も多分すごい慌てたんだと思うんだよね、いろいろ。旅行行くの？みたいな。うん。で、タイ行くみたいな感じになって、何が見たいの？って言われたから、チェンマイのランタンのやつが見たい。あ、わかったって言って。で、私チケット買って。で、向こうもチケット買って。で、行ったんですよ。で、彼が全部ホテルとか、予約を取ってくれて。で、まあ、なかなかいいところで。で、金曜日、はい、見ました。で、土曜日に、彼がどうするって言われたか、ちょっとチェスでもしようって言って、チェンマイに行ってんのにチェスしたり、なんかゆっくり時間を過ごしてたんですけども、そうで、彼となんかすごい真面目な話になって、彼が、君にとって、束縛じゃないの、コメツメンツってどういうんだろう、なんか何、誰かのために自由がなくなる、その誰かのためにこう、コメッするから、その自由がなくなるのに対して、どう思うって言われたから、ナンシーは自由なくならないって言ったんですよ。そうすると、向こうは、どういうことだ、そしたらどういう意味って言われたから、
いや、ナンシー自由なくならないって言ったんですよ。そしたら彼が、いや、わかるけど、でも誰かのために合わせようと思ったら、やっぱある程度、こう、抑えなくちゃダメなとことか、あるでしょ？そしたら、君にとって結婚って何なんだって言われたから、え、ただの神って言ったんですよ。そういう悪い意味じゃなくて、私の気持ち的には、結婚っていうのは、まあ、どちらかというと、その、なんていうの、冷めた目で見てるわけじゃないけども、デッドクロス、ゴールデンクロスしてくれてない。あ、そっか、いいんだ、これで。デッドクロスしてるから、短期戦にタッチしたら、はいですよ。皆さん覚えておいてくださいね。で、そうそう、ただの書類みたいな、まあ、子供とかできた時に必要だったり、何かしらとこう必要で、ね、なんか夫婦っていう、証明できるためには必要だと思うけど、でも私的には、もう彼とはそういう、通じ合ってるっていうか、まあ、長い目で見てたんで、別になんか、もう、それと同様ぐらいの気持ちだったんで、別になんか、うん、だから全然、別に自由みたいな。そしたら彼はちょっと、ああ、でもまあ、君が言ってることはなんとなく分かったけど、でも、うん、へえ、うん、まあ、でも、悪い意味じゃないんだねって言われたから、全然違うみたいな。あ、ちょっと喋ってて理解ができたって言われたんですね。で、その話は夕方ぐらいだって、彼がちょっと、うんってなってて。で、そうそう。面白いでしょ？そう。太郎さんニコニコしてる。そう。でね、いやもうこれ落ちるの？上がってくれなかったタイミングないじゃん。ちょっと待って。だってドル円でしょこれ見てんの。ドル円だよね。やっぱタイミングな。待たなくちゃダメだもんね。1時間ではゴールデンクロスしてたんで、やっぱり短期戦まで上がってくるまで購入できないですね。はい。っていうことで、まあ、それはさておき、そうそうそう。でね、夜になっても戻ったんですよ。長い話をした後。で、そろそろ、どうするみたいな感じで、向こうが、いや、もうちょっと、なんか、おしゃれして、なんか、時間、ゆっくり取りなよ、みたいな。で、私は、いや、別に大丈夫もいけるって言って、わかった。そしたら、ちょっとベランダで、ちょっと、お酒を飲もうって言われて、って思って。分かった。そしたら何でもいいからって言われて。まあ、とりあえずシャンパン行こうよって言われたから、分かりましたって言って。で、ベランダでシャンパンを二人で、こう、彼が開けてですね。で、開けてる時にすごい、こう、なんかいつもだったらパンって開けんのに、なんかやたらとこう、なんかすごい考え込んで、なかなかこう開けれてなくて、大丈夫かなと思いながら、まあいいやって思ってほっといたんですよ。そしたら、あ、開いたから、そろそろベランダ来たらって言われたから、あ、分かったって言って、ベランダ行ったんですよ。そしたら、なんと、ひざまずいて、みたいな。で、私、え？って思って、なんかもう、日本語でですね、え？マジで？え、嘘？いやいやいや、嘘、マジ？って言ったんですよ。そしたら、彼が、そんな日本語わかるはずもないのに、私、日本語が出ちゃって、なぜか。で、彼が下からこう、指輪を取って、僕と、これから一生いてください。してください。そう、そんな感じ。あー落ちた。これタイミングないわ。ごめんねみんな。ナンシーの話に付き添わなくちゃダメで。まあそんな感じ。でどんな感じ？そんな感じ。いやだって本当にタイミングないんだもん。仕方ないじゃん。でもとりあえず分かったかなみんな説明。なんか分からないところってありますか？逆に聞いてくださいね。そうしなくちゃ終わりますよこのまま。ないの？みんな質問。質問ない？って入れようかな。質問ない？誰かなんか言うたないの？笑い事なの？笑い事じゃないですね。いや、笑い事じゃないんだけど、恥ずかしいからさ、こうなんか面白いみたいな。で、最終的には、もちろんあれですよ。そうそう。でね、もうナンシーとっさすぎて、もう考えれなかったんですよ。だから、なんか、はぁ、嘘、マジ、で、英語で、あ、切り替えなくちゃと思って、英語で、え、こういう時ってみんな、なんて言うの？え、なんて返すべきなんだったっけって言った。
通常はイエスかなって言われたから、あ、イエスイエスってイエスイエスって、うん、そしてわーいみたいな、あーみたいな、シャンパンカバーみたいなそんな感じです、はい、軽いな、ナンシー。そんなことないよ、ナンシー。ナンシーはもう別にそんななくても、そのままなんか紙ピピって書いて、もう席で、あーはい結婚みたいな感じ、そんな感じを想定してたんで、別になんか、なんていうのかな、うん、別になんか一緒にこのままいるんだろうなみたいな感じはあったんですけど、別にそれがね、なんか形に、でももうあれですよ、まだ出会って半年ですからね。で、彼どうも3ヶ月かけて、そう頑張って指輪作ってくれてたみたい。はい、サクさん返事はイエスイエス、はい、太郎さんニコニコが止まらないみたいだなそう、嘘、やばい、ってことで、まあそんな感じかな。でね、彼はすごい、もうあの、なんか次どうなるかって言ったら、結婚式だから結婚もうるさいな。え、結婚式は、止めたいけど止まらない。みんな聞こえる？これ相当でかいよ。もうどんだけ長いねん、クラクション、もうやばいわ。マークさん、ナンシーの反応最悪最悪。いや、なんかね、恥ずかしいんだよね、なんか恥ずかしいんだよ、すごい。まだなってるよ。そうだからね、なんか指輪ね、どっちに、どっちにはめるものなのから始まったからね。どっちにはめるのって。だってなんか婚約指輪って右じゃなかった？でも彼は、いや左手って言われてあ、左なんだみたいな、こんな感じです、はい、相手は何人？イギリス人です、はい、イギリスの彼です、はい、っていうことで面白いな。まあその後ですね、彼は、そしたらいつ結婚式するみたいな、なんか今度は日付をだんだんこう何しが計画的じゃないのを知ってるから、結婚式はどうする、何人ぐらい呼ぶみたいな感じで、もうすごい細かく入ってですね。何し、実はね、実は言うと、あのね、実は言うとね、あれなんだ、昔に一回婚約してるんだよね。で、婚約破棄になったんだけど、その当時はね、まあ彼も計画性がないタイプだったんで、もうダラダラして、なんかまあもうえらいことになって別れたんですけど、はい、日々が入ったっていうか、すごいことになって別れたんですけど、でもまあ、こうやって詰めてもらえることは嬉しいことだなって思ってクーさんすごい嬉しそう。あ、本当？いや嬉しいな。サクさん、ことぶき退社なの？いや、そんなことはないです。いや、実はね、別のところから仕事させてくださいっていう形で、1ヶ月前かな、2ヶ月前かには言ってるんですよ、2ヶ月前に、はい、別のところからちょっと放送させてくださいみたいな、ちょっと引っ越しすることも、はい、あると思うので、その際はもう OK サインも出てるので、まあどうにかその別のオフィスから、はい、させていただこうと思います。ことぶきって言うんだね、知らなかった。早かったですね、ほんと。時間じゃないんだね。うん、そうそうそう、時間じゃない。その前回のね、あのボロボロになった婚約はね、4年半ぐらい付き合ったんですけどね、すごい彼のことは理解してるもん、ね、やっぱりあれだよね、片方がすごいなんかこう、何、背負う相手の心というか、相手の全てを私がもう背負ってあげて、完全に背負って自分が犠牲になるまでなっちゃうとすごい疲れるんですよね。それがある程度なんかこうね、なんかこうなるぐらいだったらいいけど、でもちょっと男性の方が犠牲になってもいいかなって正直思うけど、でもまあそれが真逆で、ナンシーがすごい背負ってたものが結構大きかったんかなとか思いながら、だから今となっては、はい、今の彼には本当に感謝です。彼じゃないか、マスオさん、のろけ話いいね、ごちそうさまごめんなさいいや恥ずかしい、
はい、ということで、まあいいや。さておき、そんな感じです、皆さん。はい。またレインボー手法、ちょっとわからないこととかあれば、またコメントください。質問、待ってます。はい。ということで、Thank you very much, everybody! もう、のろけ話多分1時間ぐらいできるから、もう帰るね。じゃあね、みんな、ありがとう！バイバーイ！